四代目の無双忍術十戦。ナルトに登場する四代目火影こと波風湊って、主人公であるナルトの父親っていうだけじゃなくて、作中でも屈指の戦闘能力を持った重要なキャラクターよね。確かにな。彼の実力の根幹は、その多彩な忍術とそれを扱うテクニックやセンスによるものが大きいと言える。そんな湊はどんな忍術を使用するのかしら？というわけで、今回は四代目火影こと波風湊が使用する忍術十戦を紹介していく。チャンネル登録お願いします。まず紹介するのは螺旋丸だ。息子である渦巻ナルトのトレードマークとも言える忍術ね。螺旋丸は湊が美獣の放つ美獣玉を参考に開発した忍術で、手のひらの上でチャクラを圧縮して乱回転させて相手にぶつけるという、チャクラの形態変化のみを極限まで突き詰めたものだ。その威力はかなり高く、成人男性を吹き飛ばして戦闘不能にするほどの威力を有している。印を結ぶ必要がなく、見た目もそこまで派手ではないため、習得難易度も低いのではないかと考えられがちではあるが、発動には精密なチャクラコントロールが必要で、習得難易度8かなり高い。ナルトも螺旋丸の習得にはかなり苦労していたけれど、得意の影分身を利用することでどうにか習得していたわね。そうだな。ナルトやナルトに螺旋丸を教わったコノハマルは、影分身を利用してチャクラ放出と形態変化を役割分担することで螺旋丸を習得している。しかし、この発動方法だと印を結ばず一瞬で音もなく発動できるという、螺旋丸の武器の一つである隠密性が失われてしまうというデメリットが存在してしまっている。また、螺旋丸は未完成であり、湊はさらに性質変化を加えられるように改良を果たすつもりだったようだ。しかし、湊は九尾事件によって螺旋丸の完成前に死亡しており、息子であるナルトの手によって螺旋丸は完成している。父親の意思を息子が引き継いだというわけね。次に紹介するのは飛来心の術だ。二代目火影が開発した時空関係の忍術ね。飛来心の術は口寄せの術の原理を応用した時空関係忍術で、あらかじめマーキングを仕込んだ場所や相手の元まで瞬間移動することができる忍術だ。湊はこの術を用いた超高速戦闘を得意としており、第三次忍界大戦でも活躍。この活躍によってこの葉の黄色い閃光として他の里から恐れられるようになっている。湊は飛来心の術をどうやって習得したのかしら？開発者である二代目火影に教えてもらったとか？いや、二代目火影である千住扉間は、湊が生まれる前に死亡している。作中終盤、オロチマルが歴代火影を江戸転生した際も二代目火影と湊は面識がなかったようだし、湊はこの術を独学で習得した可能性が高い。しかも、第四次忍界大戦では開発者である二代目火影も術の使い方に関しては自分よりも湊の方が上であると認めている。開発者よりも術の使い方が上手いなんてすごいわね。飛来心の術の強みはマーキングさえあればどんな場所へでも瞬間移動することが可能な点で、戦闘中の相手にマーキングをつけた後わざと逃がし、その相手が本拠地に帰還したところを飛来心の術で強襲するなんてこともできる。さらに、使用者だけではなく使用者が触れている相手も一緒に移動することもできるなど、戦闘以外にも護衛や偵察、味方の救出など様々な用途に使用することができる。また、湊は螺旋丸という一瞬で発動可能かつ波の忍びなら一撃で戦闘不能にできる忍術を使用できるため、相手は飛来心の術によって湊に死角を取られるが最後、ほぼ負け確定であると言ってもいいだろう。そう考えると、飛来心の術と螺旋丸って相性が良すぎるわね。次に紹介するのは飛来心の術二の段だ。名前的に飛来心の術の派生形ね。飛来心の術二の段は、事前にマーキングを仕込んでおいた区内へと瞬間移動する飛来心の術の応用版だ。湊は常にマーキングを仕込んでおいた区内を携帯しており、相手との近接戦闘の際にはその区内を利用して相手の死角へと一瞬で移動する超高速戦闘を行う。それが、飛来心の術二の段というわけだ。相手からすれば湊が突然消えたという状況になり、その隙を突くことができるというわけだ。目の前にいるはずの敵が急に自分の後ろにいるなんて怖すぎるわ。次に紹介するのは飛来心五瞬回しの術だ。これも名前的に飛来心の術の派生形っぽいわね。そうだ。飛来心五瞬回しの術は飛来心回しとも呼ばれる飛来心の術の開発者である二代目火影と湊の連携忍術で、飛来心の術の使用者二人が互いにマーキングし合い、片方は敵に接触し、もう片方は味方の攻撃の前に飛び込んでわざと食らってからお互いの場所を入れ替えることで、味方の攻撃を無理やり敵に命中させるという術だ。第四次忍界大戦でこの術が使用された際、味方の攻撃を食らう役割の湊は攻撃を食らってから移動してたが、江戸転生の体なら当たってからでも問題ないと述べているため、本来は当たる寸前で移動するものだと思われる。作中の描写を見る感じ、この術って二代目火影が考案したものなのよね。そうだな。
ただ、湊が二代目火影に合わせてあっさりと連携に成功していたところを見るにこの術を使用するのが初めてであるとは考えにくく、生前の湊も影分身などを使用して似たようなことをやっていたと考えられる。どちらにせよ、相手からしたら恐ろしい忍術であることは間違いないわね。次に紹介するのは螺旋閃光超輪武功三式だ。なんだか漢字が多くてナルトの忍術名っぽくないけれど、どんな忍術なのかしら？螺旋閃光超輪武功三式は、飛来心の術二の段でも使用している事前にマーキングを仕込んだ苦内を6本使用する大技だ。作中では何度か使用しているものの、すべて相手に防がれるなど不発に終わっているため、どのような術なのか全貌はわかっていない。しかし、作中の描写などから察するに6本の苦内にランダムに飛来心の術を発動し、高速移動をしながら相手に螺旋丸を叩き込む術であると考えられる。他の飛来心の術の派生系と比べてもそこまで特別な忍術という感じはしないけれど、なぜこの忍術だけこんな感じが多くて長ったらしいのかしら？それは湊のネーミングセンスに問題があるためだ。忍者としての実力が高く、温厚で寛容ながらやるときはやる性格と、実力性格ともに作中屈指の完璧人間である湊だが、そんな彼にはあまりにもネーミングセンスが欠如しているという欠点が存在する。しかも、そのセンスはいわゆる中二病という方向に偏っており、作中では自身の螺旋閃光超輪武功三式以外にも、ナルトの風遁超大玉螺旋手裏剣とサスケの円遁化物器を組み合わせた術に、シャクトン降臨疾風漆黒の矢ゼロ式と勝手に名付けていたりするんだ。さらに、二代目火影の飛来心のマーキングの模様はいかにも術式というような幾何学模様であるのに対し、湊が自身の苦内に施しているマーキングには忍び合いの剣と書かれていたり、ネーミングセンス以外にも若干中二病気質なところがあるように思われる。なるほど、そういうことだったのね。というか、湊が火影となってから羽織っていた四代目火影と背中に書かれたマントも湊だから似合っているように見えるけれど、よく考えたら暴走族の特攻服とそう変わらないものね。次に紹介するのは口寄せの術だ。師匠であるジライアや息子であるナルトも多用している忍術ね。そうだ。湊はジライアやナルトと同じく妙木山のガマと契約をしており、第一部でナルトが巻物に自分の血で署名をした時にはまだ設定が曖昧だったのか湊の名前は確認できないものの、第二部で巻物が再び登場した際にはナルトの右隣に湊の名前が書かれていることが確認できる。湊の戦闘シーンは第四次忍海大戦で井戸転生された時のものがほとんどであるため、彼が口寄せの術を使用しているシーンはあまり見ることはできないが、師匠であるジライアと同様口寄せや体崩しの術を使用することも可能だ。作中では描かれなかったけれど、湊とガマ軍太がどのような関係性だったのか気になるわね。次に紹介するのは仙人モードだ。これもジライアやナルトが使用しているわね。湊は妙木山のガマと契約しているため、ジライアやナルトと同様に妙木山で仙人モードの修行を行っており、ペイン襲来編で仙人モードを使用して修羅道を倒したナルトを見てガマ軍太や深作はジライアと湊の面影を見ていたりする。また、仙人モードはコントロールが不完全であるとジライアのように体の一部がガマのようになってしまうが、湊の仙人モードはナルトのように熊取りが浮かび上がって瞳の形が変化している完璧な状態なので、コントロールという面ではナルト同様に師匠であるジライア以上の腕前であると考えられる。その割には作中で湊が仙人モードを使用しているシーンはあまりないわよね。仙人モードになるためには外界から自然エネルギーを取り込んで、体内の精神エネルギーと身体エネルギーと練り上げ、戦術チャクラを生成する必要があるんだが、湊は自然エネルギーを集めるのに時間がかかってしまうそうだ。さらに、ナルトなどに比べるとチャクラ量がそこまで多くはないため、一度に練ることができる戦術チャクラの量も多くなく、仙人モードの持続時間が短いため、湊は生前の頃から仙人モードを実践であまり使用していないそうだ。また、戦術チャクラは練り込むことで既存の術を大幅に強化することが可能なため、チャクラ量が多く大技で一撃必殺を狙うパワータイプのナルトとは相性が良い一方、チャクラ量がそこまで多くはなく高速戦闘で確実に相手を仕留めるテクニックタイプの湊とはそこまで相性が良くないのだと考えられる。湊は飛来心の術を使えるのだから、戦場から離れた場所で自然エネルギーを集めて仙人モードになってから戦場に移動し、仙人モードが切れたらまた戦場から離脱すれば良さそうなものだけど、そう簡単にはいかないのかしらね。次に紹介するのは八卦封印だ。九尾をナルトに封印するための封印術ね。湊の妻である渦巻クシナの出身である渦巻一族は封印術に長けた一族であり、湊は彼女から手ほどきを受けたのか封印術を得意としている。そのため、ナルトに九尾を封印した八卦封印にもかなり特殊な仕掛けがしてあるんだ。特殊な仕掛けってどのようなものなのかしら？
まず、ナルトに施された八卦封印は師匠封印を重ねがけしたものであり、その封印の間から漏れた九尾のチャクラがナルトに還元されるような術式が組まれている。また、いつかナルトが九尾の力を使いこなすことができるようになったら封印を解くため、妙木山のガマに封印式の鍵を託していたり、ナルトが暴走してしまった際にはそれを止めるため精神世界でナルトと自分やクシナが話せるような仕掛けも施されている。さらに、ナルトの封印式にはクシナに刻まれた封印式と同様に港の飛来神の術のマーキングが書き込まれており、もし港が存命であったならばいつでもナルトの元に駆けつけることができるようになっている。封印式にそこまで細工することができるということは、本当に封印術を得意としているということね。次に紹介するのは式封刃だ。作中でもかなり特殊な封印術ね。式封刃を開発したのは渦巻一族で、港は妻であるクシナに教わったことでこの術を使用できるようになっている。この術を発動すると術者と術の対象となった者のみが見える死神が術者の背後に現れ、術者の魂を縛る。さらに、死神は術者の体を貫通して封印の対象となる相手から魂を引き出し、術者の魂もろとも腹の中に封印してしまう。この術によって封印された者は成仏することなく永遠に死神の腹の中で争い続けることになり、浄土から死者を呼び出す江戸転生で蘇らせることも不可能となってしまう。港は九尾事件の際に九尾のチャクラの半分をナルトに封印し、残りの半分を自分に封印するためにこの術を使用しており、作中で初めて式封刃を披露した三代目火影は、港がこの術を使用したのを目撃したおかげで、使用できるようになっている。一度見ただけでこれだけ強力な封印術を使用できるようになるなんて、さすがこの葉隠れの里に存在する全ての術に精通するプロフェッサーと呼ばれるだけのことはあるわね。ちなみに、式封刃の使用者は江戸転生で呼び出せないはずなのに、第四次忍海大戦で三代目火影や港が江戸転生されていたのはなぜかしら？式封刃は開発者である渦巻一族の能面堂で死神の面をかぶり、死神を憑依させた上で滑覆すれば腹の中の魂を全て放出するという怪術方法が存在している。封印を解く代わりに必ず人柱が必要になる方法ではあるが、肉体を乗り換えることが可能なオロチマルがこの方法によって封印を解いたことで、死神の腹の中に封印されていた歴代火影を江戸転生することができた。オロチマルならともかく、普通の忍びにとってはかなりハイリスクな怪術方法ね。次に紹介するのはクラマモードだ。あれ？妻であるクシナや息子のナルトと違って港は人中力ではないわよね。なのになぜクラマモードを使用できるのかしら？港は生前は人中力ではなかったんだが、式封刃で九尾のチャクラの半分を自分と共に封印し、その後オロチマルによって式封刃が解術されてすぐ江戸転生されたため、九尾のチャクラを内包した状態で呼び出されることとなり、疑似的な人中力のような状態になっている。港に内包される九尾の半身はナルトに封印されている半身ともともと同一の存在であるためか、港に内包された九尾は最初から港に協力的であり、港は最初からクラマモードを使用できるようになっている。さらに、ナルトとチャクラをやり取りすることなんかも可能だ。また、第四次忍海大戦でナルトが内浜だらに九尾を抜かれて瀕死状態となってしまった際には、港に内包された九尾をナルトの中に入れることで復活を遂げているため、もし港が江戸転生で疑似的な人中力の状態になっていなければ、そこでナルトが死亡してしまっていた可能性もあり得る。生前は使えなかったけれど、第四次忍海大戦で江戸転生された時だけ使えた術ということね。チャンネル登録お願いします。というわけで今回は、四代目火影こと波風湊が使用する忍術十選を紹介してきた。息子であるナルトとは違ってどちらかというとテクニックや戦闘センスが要求されるような忍術が多かった印象だな。今回の動画に関する感想や意見があったら、コメントで教えてもらえたら嬉しいわ。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。